エクストリームはららららどうも小こチャンネルへようこそ小林一郎ですい今日はですねこちらのコーナー行きたいと思いますエクストリームドラえもんの歴史設定が最初はいろいろ違ったへん <laughs> ということではいたくさん資料がありますこんないろんな本読んで今回このドラえもんの話しておりますはい これドラえもん FF ランドのやつねセルが好きなやつはいこれ僕前回持ってますけどもはいこちらあと藤子 F 不二雄先生だったりとか、はい、これもそうですね藤子 F 不二雄先生の本ですねあとこの前にも紹介した、はい、もうボロボロになっちゃってますけども「藤子不二雄オール百貨っていうね、はい、これらの本これらの本をですね参考にしながら「ドラえもんの歴史最初は設定が違ったよ」って話です。前回はドラえもんとというのがが起き上がりこぼしと 猫がまあ、到底結びつくはずのないものがくっついてそこであのクリエイティビティの生き物ドラえもんが生まれたってお話をしましたけどもじゃあこのドラえもんっていうのがのび太のところにやってきたこの設定ですよねこれはみんなも知ってるところですはい、未来ののび太の子孫であるまあ、孫の孫である瀬和志くんがものすごい貧しい生活を強いられていたお正月もお年玉50円しかないんだって なんでうちはこんんなに貧しいんだよこれはきっと先祖に原因があるはずだっていうことで調べたら伸びたっていう先祖がいたこの人だよこの人が残した借金がすごいことになってるってことでこの人の人生を変えれば僕らの生活も変わるはずだっていうことでじゃあ未来の道具を持ったドラえもんを彼にあてがおうっていうところからドラえもんがやってくるわけですよね。タイムマシン使って のび太の部屋の勉強机の中からバーンとドラえもんがやってくるっていうめちゃくちゃだから瀬橋くんは未来を改ざんしようとしてるわけですよこれねのび太の恐竜の中で恐竜ハンターっていうのが恐竜をね狩りに来てあれタイムパトロールに結局捕まるんですけど理由としては未来を改ざんしようとしてるっていうところだったはずなんですけどもまあこういう矛盾が <laughs> ドラえもんの中にはあったりするんですけどまあそれはさておきドラえもんはやってきたわけですね で、この基本設定は変わらないんですけど細かい設定をいろいろ見ていくと今と大きく違うところがあるんですね。まず「パパとママがむちゃくちゃゃくに甘いんです優しいんんでですす優しよ、はい、これ手紙をポストに入れに行ったら犬に追われてドブに落ちちゃったんだ」って言って、ね、ものすごいねのび太が嘆くんですけどほらもう見てこのママの優しい表情。 はいすごい甘いんですあらのび太ちゃんどうしたののび太ちゃんですよ子供に頼むなんて無理ですよって逆にパパを叱るっていうね今じゃ考えられないぐらいママがのび太に優しいんですよね表情もとっても乳和で眉を釣り上げてるあの感じじゃなかったっていうねまあパパとママが甘やかしすぎるからのび太はダメになっちゃって、よって世くんがドラえもんを連れてきたっていう設定だったりとかね すするわけですただまあ話が進むにつれてまあやっぱりのび太のダメさ加減を強調するためにママによく怒られるっていう設定がどっちに生まれるわけですけどもね。あと「ドラえもん」といえば好物はどら焼きですけれどもじゃこれどっから好物っていう設定になったのかっていうことなんですけども実は最初「ドラえもん」っていうのはお餅が好きだったんですよ。これも一巻、はい 見てくださいのどかな正月だなーって言ってのび太が寝正月でゴロゴロしながら餅を食べてるんですねそうしたらこのドラえもんがやってくるとでこのドラえもんが「はいこここですす餅見つけますこれは何?」っつって「はい餅だとうまいな」っつって「うまいもんだな生まれて初めて食べた」って言って皿までペロペロしちゃうっていうね そう最初はお餅を気に入るんんでですすよねっっていう設定だったんですじゃあいつからどら焼きが好きになったかっていう話なんですけどもこれ第3巻のスケジュール時計っていうお話の中でまずどら焼きが出てきてこれおやつとしてて焼ききが出てきたこの時はまだただのおやつとしてだったんですけど第4巻の友情カプセルっていうお話の中でいきなりドラえもんは「どら焼きは大好物なんだ」って言ってパク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 どら焼きを食べるシーンが出てきてここから ドラえもんイコールドラ焼きっていうものが構図が生まれましたはい。まあやっぱりこれもお話を進めていくにつれてドラえもんっていうこのキャラクターをつけていくために彼には好物があった方がいいだろうその方がお話が広がるわけですよね実際に伸びたそうじゃないですかドラ焼きあげるからドラえもん頼むよって言ってドラ焼きで吊るシーンが何度も何度もその後出てくるようにこういうやっぱり 好物だとかそういういもの、気に入ってるもの得意なものっていうものをキャラクターに与えることによってお話の広がりがどん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 増えていくわけですよね。 じゃあドラえもんの色ですはいこの青色という色ですけれどもご存知ですね皆さん青色ですで後付けの設定これ後付けの設定ですけども最初は黄色だったでネズミに耳をかじられてその姿を見た時の自分の姿にショックを受けて青色になったっていうのは、まあ、後の設定であるんですけどもこの青色に決めた理由っていうのは実はもっとシンプルだったんですね。当時学習雑誌でで連載ししていましたさっきのこれねそうなんです ドラえもんっていろんな第1話があるんですけども、はい、当時小学何年生みたいな感じでそれぞれの学年の雑誌で、はい、それぞれのドラえもんがあったわけですねそこで「扉絵」っていうのがあるんですけど扉絵たいカラーだったんですねでカラーで地の色が黄色だったでタイトル「ドラえもん」っていうタイトルがこの赤色だっただいたいタイトルを赤にするっていうのは当時の、まあ、これもうほとんど決まってたんですね じゃあってことで黄色赤ってきたらもうあと残ったのは青じゃんっていうことでキャラクター青にすれば映えるよねっていうことでは最後にもう一つ最初のドラえもんのび太のところにやってきたっていう設定に戻ってお話ししますけどもダメな先祖であったこののび太を助けに未来を変えるっていう設定でやってきたわけですけれども話が進むにつれて この設定が邪魔になってくるわけですよねだんだんねもちろん大前提は変えないんだけどもっと自由にした方がいいんじゃないか確かにそうなんです現代という物語の中に瀬橋くんが毎回やってくるなんていう話をするのは結構大変な話なんですこれはねこちらの藤工場の発想術っていう本の中にも書いてあるんですけれどもこれも本に向いててだんだんその設定がうるさいなって思うようになってきたとじゃあもう いっそのことドラえもんっていうのは未来からやってきたドラえもんと伸びたの友情物語にしようそう思ったわけです本当に二人は仲のいい友達で伸びたがピンチになると未来の道具でドラえもんが助けるでも結果その道具に二人とも振り回されてしまうっていうパターンが確立されてそれが今のアニメのドラえもんにも脈々と受け継がれているよというお話なんですね はいそうなんです「ドラえもん」いろんなね本当にこういろんな設定が実はそこに隠れているよっていうことでどうしようかな次回ももう一回「ドラえもん」にしようかなちょっとまだ迷ってるんですけどねじゃあ「ドラえもん」っていうのがなぜここまでのヒット作品になったのかっていう話もしようかなとか考えてるんですけどうーんちょっとまだ流動的でもしかしたらもう一回この「エクストリームドラえもん」の歴史をやるかもしれないし。 違うものにするかもしれないんですけれども、はい、ぜひぜひ。もう1回改めてこういう設定を知った上で、ドラえもんっていう漫画をアニメを楽しんでみてください。だから、ドラえもんとのび太の友情物語で言うと、スタンドバイミードラえもんなんかは本当にまさにそのお話の象徴的なお話でもありますよね。はい、ということで、いいね。もよろしく。チャンネル登録もよろしくねー。